いつもなら楽しい出来事でも今はなぜか笑えない。いつからだろうかこんな風に笑えなくなったのは、楽しくないわけではない、嬉しくないわけでもない、なぜか本気でマジで笑えない、けがれのない澄んだ心の子供のように
ありがとうございました。小橋さん、また今後とも支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。